高級ピアノが僕のうちにやってきました。本日紹介したい商品がこちら、しげるかわい SK さん。イエー、本日はね、ピアノがやってきました。っていうのも買ったわけではございません。かわいさんが2ヶ月間、ご提供いただいて、まあ、使ってくださいよフォルテさんみたいな感じでね、言ってくださったので、ぜひ使わせていただきましょうって言ってね、貸していただきました。ありがとうございます。というわけで、この2ヶ月間はね、しげるかわいのいいピアノを使いながら、まあ、いろんな検証だったり、そして聞いた感想だったり、そしてね、しげるかわいの音色だったりを届けていきたいなと思っております。まあ日によってピアノが違うという超豪華な YouTuber となりました。あ、今日はヌタピアノの C1 にしようかな。今日は違う事務所にあるヤマハの C5 とか使おうかなとかね。あの防音室の方です。あ、今日はしげるかわい触っちゃおうかなとか。なんと豪華な2ヶ月間をお届けできたらなと思っております。そして、しげるかわいといえば、なんと、普通のピアノではありません。普通のピアノ、かわいのピアノがあるんですけども、それの1個上です。そう。高級な部類です。これ、しげるかわい3シリーズなんですけども、いくらすると思うでしょう？チッ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 、ピヨーン！はい！税込み350万円！なんと高いですよね。僕もびっくりしました。目がこうで、と思いながらね、値段を見ました。それは、このパンフレットの中に書いてありました。まあ僕もね、しげるかわいのピアノ自体は、前、浜松に行った時に、新幹線の改札口に、フルコンがしげるかわい置かれてて、ちょっと触ってみて、あ、いい音するなとは思ったんですが、実際にきちんと触ってみるっていう機会がありませんでした。ホールだったりとかで触ることもありませんでした。というわけで、この2ヶ月間、いろんなものを弾いたりとか、練習したりとか、やっていきたいなと思います。このしげるかわいっていうのは、まあ僕もあんま知らないんですけども、普通のかわいのピアノよりも本当にもう一個上のグレードで、で、ハーフペダルを使ったりとか、まあ、かなりピアノとしても、クオリティ高いものですよということだったので、まあ、今回こういう機会を設けさせてもらったということです。まあね、まあ、こんなことを言うのは、これぐらいにしといて、ピアノの中身をちょっと見せたいなと思います。これがまたね、すごいんですよ。はい、見てください、このロゴ。しげるかわいと書いてあります。かっこいいですよね。そして中、おー、お金がかかってますね。高級です。かっこいい。おー、いいですね。まあ、こんな感じでかなりデザイン的にもね、凝られて作っており、かっこいいかなと思います。で、長さは3シリーズ。まあ、だいたい C3 とかとほぼ同じサイズだそうです。あんま詳しいことはね、皆さんホームページで見てみてください。貼っときます。はい、そして音なんですけど、ちょっと音を早速弾いた方がいいよね。マイクをつけて弾くよ。あ、これちなみに、僕フォルティ T シャツのグレーなんですけど、これはね、試作段階の時に、たくさんいろんなものを作ってたやつの1枚です。たくさん余ってます。文字のサイズ感とかいろいろ変えたりとかして作ったので、こういうマルヒ T シャツがたくさんあるということです。それでは早速、弾いてみましょうか。この音でちょっと違ったの分かりますか？結構ね、まろやかなんですよ、思ったよりも。こういう音が出るんですよ。まろやかな音っていうのが結構ね、出すのが結構難しくて、で、まあヤマハの C シリーズとかと、比べる商品ではない だそうです。まあ、このピアノはもう値段的にもそのヤマハとかのピアノとか、あとはいろんなピアノとかと比べても結構高い部類の、いい方のピアノなので、他の楽器とメーカーと比べてもね、だけどかなり音としても、まあ弾いてるとすごいね、ああ、いい音だなとは思います。だけど350万円は結構ね、いい値段するから、
もし買うとしてもかなり考えるかなと思います。で、やっぱりね、そのグランドピアノってね、どのピアノ選んだらいいのっていうね、たくさんのお悩みがあると思うんですけども、まあ僕としては一番は部屋に合うサイズのピアノを買うべきかなと思います。っていうのもやっぱ一番いいって言ったらそれはフルコンですよ。ホールとかの2000万とかするピアノ、そんなものはね本当は欲しいよ。だけどそのフルコンサイズが入ってから弾けませんみたいなことが起きても困るじゃん。そして声広い大きなホールでちっちゃいピアノっていうのも困るじゃん。だからその場所とか音響に合わせて、僕はねピアノは買うべきなんじゃないかなといつも思ってます。あ、もちろんこのうち、この3シリーズぐらいの大きさだと全然マッチします。あ、マッチします。でこのピアノ思ったよりも低音がちゃんと響くんですよ。音っていうのは結構ね、音を音として拾うことが結構難しいんだけど、それからまあこんな感じで、まあピアノが届いたよって報告だったので、まあ今後はもっと触ってみて、1週間触ってみた結果とか、1ヶ月触ってみた結果とか、いろんな感想を出していきたいなと思います。で、まあ時には、練習配信とかできたらやろうかなと思ってるので、またその時もまたよろしくお願いします。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。詳しい情報は概要欄に貼っとくけん、また見てください。それでは、グッバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 。マッチョが大好きで。